はい、本日は、かなり前に購入したんですが、ちょっとバタバタしていたので今更ながらに、レビューをしようと思います。何をするかというと、セガのメガドライブミニと、メガドラタワーのミニです。私ですね、もともとセガファンなんですが、ご覧のように、T シャツ、これ T シャツなんですね。しょうもない T シャツ買いましたねって言うとセガに怒られそうですが、もうこういう T シャツを買うほどセガマニアでございます。見てください、これ、セガのソフト、これも一部ちょっとなくしちゃったり、したものもあるんですが、まあこのように撮ってるものもあります。そして私メガドラタワーができなかったんですね。まあ見ての、ようにですね、私メガ CD 横タイプのものを持っておりまして、これタワーにできないんですね、横並びですから。本来はじゃん、こういうですね状態になるのが、まあ、こうメガ CD の上にですねメガドライブが乗って、そして 32X が乗って、そしてカセットが乗ると、こういう状態ですね。これが正しいメガドラタワーです。セガの正しい本、このセガのゲームは世界1位にもですね、まあ、メガドラタワーに関しては載っております。いや素晴らしいですね。でまあ私ですね、こちらの方でも若干近しいことはできたわけですね。ソフトによるメガドラタワーといいまして、よいしょ、この外国版のソフトをするときにはメガキーっていうものが必要なんですね。この例えばジェネシスの方ですね、ベクターマンとかやろうと思うとですね、あ、ソフトが、このベクターマンですね、ベクターマンとかをやろうと思うと、こういうメガキーっていうものが必要になります。外国のソフトを動かす際に必要になってくるものですね。これをですね、当時はこのメガキーをこれ刺しまして、そしてこの状態にしてやっていたわけです。さらにですね、このソニック&ナックルズなどはですね、このソニック&ナックルズは単体だけではなくですね、はい、こういう状態でここがですねパカッと開きましてよいしょ、あれ開かない、ここがパカッと開きまして、ここにカセットが刺せるという状態でですね、まあほんとはこんなことはしないのですが、ほらそびえ立ったというですねバカですね。はい、これが正しくない、メガドラタワーな感じです。メガ出ました、メガドライブミニ、42タイトルも入ってるんですね、素晴らしい。まああっちにもありますが、ソニック、それからファンタシースター、ゴールデンアックス、コラムス、コミックスゾーン、コミックスゾーンいいですね、スペースアリア2、ぷよぷよ2、ガンスタ、ガンスターズヒーローズいいですね、まあ持ってるんですがダイナマイトヘッディ、これも名作ですね、ビアナックル4、イシアドラグン、コントラ、ヴァンパイアキラー、ロックマン、大魔界村、ストリートファイター2、サンダーフォース3、ランドストーカー、シャイニングフォース、ストリートオブトア、テトリスもありますね、ダライアス、これ未収録なんですね、
今回初めて、素晴らしい。あ、悠々白書いいですね。レッスルボール、ラングリッサー、レイノス、レイノスなんてバルケンの、一作目ですかね。いいですね。これもマスト2もありますね。サンダーフォース3もありますね。いやー、名作です。ランドストーカー、あっこにもありますが、シャイニングフォースもあります。さあ、そしてまあこれをタワーにするための、よいしょ、メガドラタワーミニー。いやー、よみがえりますよ。意味もなく、あ、ナックルズもついております。これついております。無駄なナックルズ、ナックルズ入ってんのかな、これ。そもそも2しか入ってないというですねまあ、あっちで遊べるから問題ないんですが。さて、では開封をしていきたいと思います。まず本体の方ですね、引っ張り出します。よいしょ。自分はワンコンを買ったので一人でしか遊べません。まあ、ぼっちゲーマーだからいいんだもんって感じですねはい、お同じですね。同じ、ただこれ一個一個が USB になっております。本家とはちょっと違いますね。もう全く一緒ですね。これすごい。ここ本家です。こっちが本家、こっちが、今回のミニです。よっ、お、裏まで全く一緒だ。すげえ。楽しい。楽しいよ。はい。これは、あ、説明書ですね。それから、あ、これは HDMI。もう当時はですね、アナログだったわけですね。そしてこれは本体ちっちゃ、本体ちっちゃい、まさにミニ。この本家と比べてみてください。こっちは2なんですけど、ちっちゃい、かわいい。そして、先ほどの意味のないメガドラタワーを作っていきます。はい、まあアクセサリーですから。で余裕、よっしゃ。ここら辺はまあ当然開かないわけですねまあしょうがないですよね。あ、これが噂の結構熱を持つ通気口を塞いでしまうという鬼のアイテムってわけですね。脆いな。すぐ壊れる。はい。ここら辺もよくできてますね。はい、こ
こに 32X 装着。ガサッとは刺さんないんだこれ。まあしょうがないよね。から先ほどと同様にナックルズを刺します。そしてここをパカッ。あれ、パカができないよ。パカができないよ。パカができないよ、パカが。あ、開いた開いた。で、ソニックを刺して。できたー、メガドラ。メガドラだわはい、このメガドラタワー、後ろが面白かったんですよね。あの伝説のメガドラタワーが蘇る特別付録も同梱したメガドライバー必須のアクセサリーセット。で、このあれ特別付録ってなんだってあの時気づかなかったんですが、なんとね、ここもうお茶目さんなんだから、弊社あて郵便物ってこれなんだと思ったら、うわー、セガのシャブートじゃないですか。熱いね。さあ、ちょっと開封してみましょう。よっ、おなんだこれはこれはメガドライブの設計図じゃございませんか。これはすごいポスターだ。いや、いいね、メガドライブのポスター、これ設計図はいいな。そして中には、あー、これ年表だ。すごい、メガジェット1996年で一回途切れてるんですね、これ。まあメガドライブだからそうか。メガドライブソフト&ハードだから、サターンとかドリームキャスターとか入ってないんですね。そりゃそうだ。だってこの辺でサターンとか出てるはずなんで。いやー、いいね。そう、もうルナ大好き、ルナ。おー、いいね、このポスター、貼っとこ今度そしてもう一個なんか入ってますよ。これはなんだ。おお、持ち出し現金、プロジェクト M5 関連図面集、創造は命、ジェネシス。おお、設計図。おお、すげえ、本当に開発資料だプロダクトって感じですね。いいなあ。おう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 。いいね、これ。あ、若い力じゃないですか。セガの社歌。若草さんですよ、若草さん。エルガイム？エルガイムか、若草さんね。あ、そう、これ 32X か。いやー、すごい、なんじゃこりゃ
へえ、面白い。これがシャブトに入ってました。はい、それでは早速遊んでいきましょう。はい、とりあえず開封でした。